戦闘用意、行くぞ。駆逐せる。もっとこら。見たか。これが俺の人類の力だ。救援要請だ。急いで行かねえと。 出してないぞ。
No. Oi, oi. エレン、君の勇気には頭が下がるよ。気を抜くな。まだ危機は出してないぞ。 分断だ。苦戦しているのか。 立てたなら嬉しいよ。救援要請だ。急いで行かねえと。落ちろ。駆逐してやる。動物追加。今度は人類の番だ。俺たちが巨人を食い尽くしてやる。 エレンはやっぱりすごい。駆逐してやる。
作戦にかけるぜ。あの巨人、動きがおかしいぞ。もっとこら。世話になっちまったな。協力するのは当然だろ。僕たちは仲間なんだからさ。来やがれ。ドーバツついた。正直なのは俺の悪い癖だ。怯えながら勇敢気取ってるやつよりマシだが。焦れば命を落とす。装置の点検は十分だ。負けない。行くぞ。
駆してやる。一匹残らず駆逐してやれ。あれは救援要請か。やってやる。どうしてついた。来やがれ。はいはい、どうも。気を抜くな、まだ危機は出してないぞ。討伐する追加。仕上がれ。頼んだぞ。はい、まさか。私も行こう。早いとこ巨人を片付けようぜ。あのエンド、助けに行かなきゃダメか。落ちろ。悪い、面倒かけちまったな。仲間なんだから当然だよ。助かった。駆逐してやる。村のみんな、お前みたいなチビに兵士は無理だとか言いやがって。やってやる。見たか、これが俺の人類の力だ。ああ、その調子で私を助けてくれ。このでけえ害虫がどうだ。助かった。助けられたらどうすべきか分かるよな。このでけえ害虫が討伐する追加。あっちは追い詰められてるみてえだ。やがれ。しくじった。手を貸してもらえる。
諦めてたまるか。俺は戦う。あれ、気功師かよ。クソが。もっとか。すまない、助かった。恩は返せよ。使わせてもらおう。おい、大丈夫か。私は平気。まだ巨人がいる。頼んだぞ。行こう。エレン、私はあなたを守る。やってやる。頼んだぞ。まだだ、もっと駆逐してやる。さすがはエレンだな。次は俺を助けてくれよ。戦ってこそ兵士だ。負けない。この拠点、少々汚れていますね。それは重大な問題だ。早急に取り掛かるぞ。さっき言われた場所、掃除しておきました。ああ、見てくる。次はここをやれ。まだ続けるのか。これが兵士の仕事かよ。おい、エレン、なんだあれは。はい。お前、掃除をなめてるのか。塵が一つでも残っている場所で気持ちよく休めると思うのか。塵一つ
何もそこまで。例えばお前が掃討作戦に参加したとする。巨人の生き残りが 2,3 匹なら作戦成功と言えるのか。いえ、それは。分かったら全てやり直せ。助け出してみせる。勝ちましょう。あれは助けないとまずいですよ。どうも突っついた。まだ危機は出してないぞ。救援要請だ。急いで行かねえと。駆逐してやる。もっとこのでけえ怪獣が。やった。やる。誰か来てくれないか。ごめん、巻き込んでしまったね。仲間なんだから当然だよ。使わせてもらおう。
に才能はねえが、根性だけは負けねえ。これが俺の武器だ。巨人を食い尽くしてやる。おお、やりますね。来やがれ。思い知ったか。これが人類の力だ。人類の力をなめんじゃねえ。
人類の未来のためだ。僕も大きくなったら巨人を倒すんだ。さあ祈ろう。くそ、マリアが突破されて5年か。ああ、時が過ぎるのは早いものだ。あの頃はまだエルビも分隊長だったのに、今や団長だもんね。私の他にも団長となりうる人材はいたはずだが、皆巨人の犠牲となった。彼らだけじゃない。この5年間で実に多くの兵士を失った。それを無駄死ににさせないためにてめえがいるんだろうが。そうだよ、彼らの死は無駄じゃない。この5年で巨人の研究も随分進んだんだよ。ウォールマリアの奪還にはさらに時間と犠牲が必要だ。みんなこれまで通りついてきてくれるか。今さら何を言ってる。まったくだ。私ももちろん付き合うよ。だからさ、エルヴィン、調査兵団全体でもっと巨人の捕獲に力を入れてさ。その提案は却下だな。行くぞ。戦闘用意、行くぞ。あれは救援要請か。仲間と合流する。誰か来てくれないか。あれ、飛行士か。くそ。
対するしかねえな。救援要請だ。急いで行かねえと。落ちろ。やった。来やがれ。すまない。まだだ。もっと駆逐してやる。やった。根性だけは負けねえ。これが俺の武器だ。使わせてもらおう。やってやる。人類の反撃はこれからだ。さすがはエレンだな。次は俺を助けてくれよ。頼んだぞ。私も行こう。
敵で使い中が駆逐してやる。やってやる。思い知ったか。これが人類の力だ。一匹残らず駆逐する。無事に過ごせますように。行くぞ。絶対に助け出してみせる。落ちろ。あれは救援要請か。落ちやがれ。落ちろ。ついてこい。私も行く。助かったぜ。礼はまた今度だ。さあ、早いとこ巨人を片付けようぜ。しやがれ。救援要請だ。急いで行かねえと。もっと殺す。駆逐してやる。気を抜くな。まだ危機は脱してないぞ。
ありがとうエレン。子供の頃から助けられてばかりだね。何言ってんだよ、俺だってお前を頼りにしてるんだぜ。来やがれ。食い尽くしてやる。やるじゃないですかエレン。私も続きます。頼んだぞ。私も行くわ。してきた人間だけでしょうけど、やってやる。頼んだぞ。分かった。されました。なんだよありゃ。尽くしてやる。
人類の未来のためだ。行くぞ。私も行こう。戦闘用意、行くぞ。救援要請だ、急いで行かねえと。やってやる。私にだけ態度が違う。
もしかして嫌ってる？このデキレ害虫が！巨人を食い尽くしてやる。さすがはエレンだな。次は俺を助けてくれよ。このデッキ怪獣が頼んだぞ。分かったぜ。女巨人見たことねえぞ。頼んだぞ。思い知ったか。これが人類の力だ。人類の力をなめんじゃねえ。
こんな日はお肉が食べたいですね。おいおい、芋の間違いじゃねえのか。だな、サシャといえば芋だろう。もちろんお芋は大好きですよ。ふかしてもよし、煮てもよし。ですが、肉の魔力には勝てません。シチューにステーキ、ソーセージ、燻製、メンチにカツレツ、調理法もよりどりみどり。この世で一番おいしい食べ物、それがお肉です。くそ、こいつの話を聞いてると腹が減ってくる。おいしいだけじゃありません。食べたお肉は私たちに力を与えてくれます。その力があれば巨人から領土を奪還できます。領土を奪還すればまた鳥やイノシシなどの獲物が増えます。そうすればさらにお肉が食べられる。素晴らしいじゃないですか。お肉で世界は回る、つながっているんです。なあ、サシャが何言ってんのかわかんねえんだが、それは俺がバカだからじゃねえよな。ああ、俺にもわからん。もう我慢できません。上官の食料庫からお肉を取ってきます。サシャ、おい待て、やめろ。行くぞ。してないぞ。
せてもらおう。食料庫からもらえますか？来やがれ！大丈夫でしたか？来やがれ！無駄口を叩いてる暇はねえ。行くぞ！すぐに慣れたもんな。
このでけえ害虫が！やつはきっと凶暴です。
巨人が怖くて兵士が捕まるかよ。行くぞ。何が何でも守り抜いてやる。救援要請だ。急いで行かねえと。やってやる。どうだ。どうだ。
ないか。どうした、行動に注意しろ。まだ戦える。Thank you.
人類の未来のためだ。アルミ、大丈夫？怪我してない？平気だよ。まあ、足手まといにならずに済むなら多少の負傷は。よかった。怪我がなくて本当によかった。神様。おい、アルミ、目の焦点が合ってねえぞ。ジャン、あなたは大丈夫？怪我はない。それより喉が渇いちまったな。少し我慢してね。後で水を持ってくるから。女神。水ぐらい自分で汲みに行かせろよ。ライナー、前線に出てたよね。平気なの？問題ない。少し手を切ったくらいだ。放っておいたらダメだよ。道具持ってるから手当てするね。結婚しよう。ったく、こいつら、私のクリスタを変な目で見やがって。面倒をかけちまったな。さあ、早いとこ巨人を片付けようぜ。やってやる。やったか。やっ、どうだ、どうだ。やった。
る。駆逐してやる。救援要請だ。急いで行かねえと。やった。てんだよ。俺だってお前を頼りにしてるんだぜ。駆逐してやる。友人とは言えないもの。
あんな巨人見たことねえぞ。取った。思い知ったか。これが人類の力だ。見たか、人類の勝利だ。最後に勝利するのは俺たちだ。感情に任せれば早い。行くぞ。一匹残らず駆逐してやれ。頼むぞ。私も行こう。来やがれ。あれは救援要請か。取った。やった。やった。どうだ。もっと殺す。駆逐してやる。もっと殺す。駆逐してやる。
私も行こう。仕上がれ。急いで行かねえと。やってやる。やった。ごめん、手伝ってもらえる。やった。機は出してないぞ。反撃はこれからだ。やるじゃないですか、エレン。私も続きます。助かった。やってやる。あれが討伐する追加。ありがとう、助かった。さあ、早いとこ巨人を片付けようぜ。助かった。使わせてもらおう。やってやる。離せ。助かった。
ス追加。巨人を食い尽くしてやる。やるじゃないですか、エレン。私も続きます。仕掛けで働いてる兵士なんですから、いい食材や肉を優先的に回してほしいです。このでけえ害虫が
頼んだぞ。討伐する追加。了解だ。このでけえ害虫が。やつはきっと凶暴です。死に急ぎ野郎と一緒に出撃するとこっちの命まで削られる気がするぜ。そりゃ誰のことだ。心当たりがあるならそれで合ってるよ。飽きずによくやるよ。ジャンはそいつより麗しきミカサと一緒に出撃したいってことだろ。はあ、黙ってろよ。なあジャン、死に急ぎ野郎なんて名前のやつはいないと思うんだが。お前も黙ってろコニー。そうだ、面白いところなのに黙っていてくれバカ。しかし疲れたな。どうせ同行するならいざって時頼れるやつがいいぜ。それには同意するけどな。そうだね、例えばライナーとか。誰かさんは今だっていつもライナーとべったりじゃねえか。それ誰のことだい。さあな。なあジャン、誰かさんなんて名前のやつはいないと思うんだが。もういいよコニー。人類の未来のためだ。訓練兵として鍛えられている頃は何度もくじけそうになったけど、無事卒業できてよかった。女神クリスタだからいいが、そのセリフ他の成績10番以内のやつが言えば嫌味に聞こえるぜ。そんな、そもそも私よりあなたの方が10番以内にふさわしかったのに。馬術はともかく立体刀術なんてあなたの方がずっと。私は他の連中と協力するのは性に合わないからな。単独で突っ走ってたのが減点されたんだろう。そう言うけど私のことはよく助けてくれるじゃない。いつかの町への巨人襲撃を想定した訓練の時も、私たちの班は随分遅れを取っていたけど終盤であなたが頑張ってくれたから。別にお前のためじゃねえよ。班の連中に恩を着せようと思ったんだ。あいつらには後でたっぷりと礼をさせてやったさ。もう私にはお礼も言わせてくれないんだから。でも今だって同じだよ。巨人と戦うのは怖いけど、あなたと一緒ならなんとかなりそう。はいはい、私はこれからも女神クリスタにお仕えしますよ。もうまたふざけて。でも頼りにしてるね。
行くぞ。待ってろよ、絶対に助け出してみせる。あれは救援要請か。やってる。取った。急いで行かねえと。使わせてもらおう。仲間と合流します。反撃はこれからだ。エレンみたいに勇気があったら、私もみんなに認めてもらえるのかな。じゃまるで家畜じゃないか。やってやる。副長として巨人に立ち向かわなければ。落ちろ。
かった。やってやる。巨人を食い尽くしてやる。やるじゃないですか、エレン。私も続きます。もっと殺す。やってやる。落ちろ。巨人を生け捕りにできれば分隊長は喜ぶだろうけど。
やってやる。思い知ったか。これが人類の力だ。人類の力をなめんじゃねえ。神よ、ただ飯ぐらい。ボスだ。行くぞ。自由を手に入れる。やがれ。救援要請だ。急いで行かねえと。討伐する追加。やがれ。やった。駆逐してやる。このでけえ害虫が。やってやる。やってやる。やってやる。
しかった。反撃はこれからだ。すげえな。もっと殺す。了解だ。食い尽くしてやる。やつは気功した。気をつけねえと。そうなのか今。やってやる。やった。勝った。人類が巨人に勝利したんだ。
最後に勝利するのは俺たちだ。死んだ仲間のために。